DX の推進は本市の重要施策の一つであり、今後ますます進展するデジタル技術を有効に活用することが行政の使命であると考えております。那覇市の知念市長はきょう会見を開き、さらなる行政サービスの向上のためデジタル技術を活用して変革を生み出すデジタルトランスフォーメーション、いわゆる DX 化を推進するための新たな計画を策定したと発表しました。17項目にわたる新たな DX 推進計画のうち、今年度から子育てや介護など新たに26の手続きでオンライン申請が可能となるほか、今後もオンライン化に適した業務を精査し、さらなる行政サービスの向上を図るとしています。計画の対象期間は2028年度までの6年間で、那覇市は DX 化の推進により市役所への来庁者を 50% 削減することを目指すとしています。